シャワーを浴びただけだから、そんなに時間がかからなかったんだ。一緒にペラを待とう。彼女は今、生理室の中にいる。多分、フロッピーの中身を確かめてるんだと思う。一人にしてあげよう。あなた、ペラの母親のことを知らないんだね。ペーニャ・セルゲーブナ、16年前に事故で亡くなったベロブルグ切手の極地探検家だよ。人に話したりしないから。ペラがあなたを信用しているのにはちゃんとした理由があるみたいだね。話を元に戻そう。実は16年前もう一つ大きな出来事があって、その年ペラが生まれたんだ。そう、当時のペーニャさんは妊娠していた自分を顧みずに雪原の駐屯地に残り続けた。最前線に出ることはなかったけど、後方で事務仕事をしてたんだって。そしてついにその日が来た。不幸にもその日は大きな事故があった。それに加えて探検隊は吹雪に見舞われ、駐屯地にいた人は外界との連絡手段を失って、みんなどうすることもできなかった。せめてもの救いはペラが無事に生まれたことかな。言っていたことが本当なら、あれはペーニャさんの遺品だと思う。ペーニャさんは生前同僚に自分の端末とフロッピーをベロブルグに持ち帰るよう頼んだ。中にはペラに残した宝物が入っていて、ペラが大人になれば自然と内容がわかるようになるからって。でもその同僚は帰る途中で劣化生物の襲撃にあった。混乱の中フロッピーはどこかに行っちゃって、手元には端末しか残らなかった。具体的な内容は誰も知らない。でも先輩たちが言うには、彼女はペラに何通も手紙を書いてたんだって。妊娠が分かった日から生まれる日まで、一日も欠かさずに。Oh.
一緒に来てほしい場所があるの。からくり工房。じゃあ先に行って待ってるから。リンクス、やっと帰ってきたのか。ん？目が赤くなっているが、何かあったのか。本当に空気が読めないんだから、弟は。おかえり、リンタ。よしよし、大丈夫、大丈夫だから。きっと、雪原でいろいろあったんだね。しばらく私たちだけにしてくれる？悪いね。家族だけにしてあげよう。ここからだとベロブルグが全く見えないみたいだね。ザラトゥストラ・サパーラ・イスカンドラさんも見えないんじゃないかな。ザラトゥストラ・サパーラ・イスカンドラさん、おそらくベロブルグの人が今知ってるこの星で一番高い山だよ。列車に乗る前はベロブルグと雪原だけが世界の全てだと思っていたけど、実際の世界は私の想像をはるかに超えている。うん、あなたの言う通りだね。この星の秘密を全部明らかにした後はあなたたちと一緒に宇宙の深いところへ行こうかな。その時は絶対に断らないでね。約束だよ。
うわっ、なんじゃ、緊急事態か。車掌にも休息は必要じゃ。俺はロボットじゃないからな。